皆さんこんにちは。今日は大和郡山にある矢田寺という由緒あるお寺について説明したいと思います。まずこのお寺がどこにあるか、それを説明します。これがクロスポイントイースト、これはノースポール、北極です。これ向こう行きますとさ、南極行くんですね。この線を結びます。そして次に今度はプレアピヘアと、この先見えませんけども、テオティワカン、メキシコとつなぎます。ここの交点ができますね。これが、この交点が重要なんです。これをクロスポイントジャパンとしました。なぜこの交点が重要かというと、日本へ行く時の基準点になるわけです。これが北極と南極をつないだ線です。これがプレアピヘアとテオティワカンをつないだ線です。ここが先ほど言いましたクロスポイント日本です。ジャパンです。それから、この北極からまあ、この線から90度、30、30、30に渡った線ですね。これが、その一本が30度に渡った、白い線のところです。桜島が90度の線ですね。で、高野山、金剛峯寺は60度の線ですね。に当たるわけです。で、この近くにこの線が仁徳陵のすぐそばを通るわけです。で、もう少し詳しく見てみます。先ほどの日本の線ですね。これは金剛峯寺です。これが伊勢神宮ですね。ちょっと日本が傾いてますけども、これは比叡山です。そこで比叡山と金剛峯寺、比叡山延暦寺ですね。で、ここに黄色い線が2本あります。これちょっと注目してください。この日本の線は、那智大社から法隆寺と、それからもう一つは八田寺の近くにある、円墳、古墳ですね、につないだ線です。これ、法隆寺の参道ですけども、この参道はまっすぐ、那智大社につながっています。また、この古墳の下を見てください。まあ、方向はちょっとよくわかりませんけども、この黄色い線が那智大社に向かっている線です。こういうふうに、那智大社から法隆寺、それから古墳へと2本の線が行ってるんですけども、この、2本の線は、那智大社を向かっているということです。で、今度は線をもっと引いてみます。最後に、赤い線が出てきまして、ここにきれいな十字架ができるんですね。この、形はですね、両方とも上下二等辺三角形です。そして90度で交わります。上から、順にやりますと、この真ん中の線ですね、この真ん中のクロスしたところ、赤いところをクロスしたところを見てください。ここに八田寺があるんですね。ちょっとあの八田寺の上でクロスしてるんですけども、そこはまた重要なところなんですね。で、ここが黄色と水色の線が、これがクロス線です。ここが法隆寺です。そして、ここが先ほど言いました古墳ですね。円形古墳です。で、ここに八田寺があるんです。非常に微妙な位置関係といいますか、計算され尽くした位置にあるわけですね。そこの八田寺から、クロスポイントまで 1キロぐらいだそうです。で、これが八田寺ですけど、この八田寺、非常に由緒ある大きなお寺です。この八田寺からですね、参道があります。この参道をまっすぐ今度は下へ行きます。この線で言えば下へ行きます。よく見てください。この参道をずっと下へ行くとどうなるか。このピンクの線ですね。このピンクの線を見てください。ずっと見てください。ずっと見てください。もうこの辺で何かお気づきになった方がいらっしゃるかもしれませんが、この線とその横にある線ですね、左側にある線、この線と、そしてこの線を見てください。いいですか。その左側ある仁徳陵と伊勢神宮をつないだ線、仁徳陵と伊勢神宮をつないだ線ですけど、これが完全に平行なんです。平行なんですよ。これは偶然というよりはもう完全に計算され尽くしてますね。その証拠にというわけではありませんけど、この八田寺の線を今度反対側に、参道をですね、今度逆に西に向かっています。上が西になりますから、どんどん西に行きます。朝鮮半島を横切ります。そして中国大陸があります。やってきたところが西安なんですね。西安ですね。西安へやってきました。で、西安もこれは仏教の要所ですね。それから中国文明の要所でもあるわけです。ヤンシャオ文明などはこの近くで生まれたわけです。それだけではなくて、ここには巨大な、エジプトのギガをはるかにしのぐ大きな巨大な
ピラミッド群があることでもよく知られております。中国の、まあ、中心部といいますかね、あの文化的な中心部といったらいいんでしょうか。あの巨大な古墳群が、古墳じゃありません、ピラミッド群が並んでいます。となるとこの八田寺は何かということになるんですね。以上のような地理的な中心点にあるのがこの八田寺なんです。普通のお寺でないということはこれで皆さんお分かりいただいたと思います。そしてこの黄色い線と水色の線が交わる点、ここには何かがあるはずです。というのは非常に重要な何かがあるはずです。というのはここがですね、まあ大和の、奈良盆地の飛鳥文化の中心点ということになります。では次につなげます。そこで何かがあるはずだということで、2011年の11月4日ですけれども、私とワイフはこのちょうど高天のところにある八田寺を訪問してみました。一見あの狭く見えますけども、広い奈良盆地の中にあります。大和郡山でおりまして、タクシーでまあ2300円の距離でした。ここが八田寺ですね。大変由緒のあるあのお寺でした。でご住職様にもですね、大変こう丁寧にこう説明していただきまして感激いたしました。これがあの八田寺の本堂です。でこの本堂の前の通りはまっすぐ上へ行きますと西安、昔の長安ですねに行くんですけど、これまた因縁でしてね、ここの開祖の僧がですね長安で、まあ、学んでたということです。でこの大石はこの本堂の裏からずっと入っていくんですけども、ちょっと位置が違うかもしれません。もうちょっと遠くも歩いたような気もするんですけども、まあ300メートル前後歩きましたら、この石を見つけがありました。実に巨大な石で、丸い石ですね。でこの石の底をですね、たまたま通りがかった男性と2人で掘ってみたんですよ。そうしましたら、ずっと下がもう休憩ですね、下から岩がつながってるとかっていうんじゃないです。またこの岩を下が切り離したという形跡もありません。明らかにこの岩だけがドスンとここに乗っかったという感じですね。でところどころにこう隙間がありましたから、下へ下へと穴を掘ってみて、この男性の方に手伝ってもらいまして、で掘ってみた、これ上から取ったところですけど、花崗岩ですね。まあこの後ろから土砂といいますか、山が土砂が迫ってきて、まあそうですね、4分の1から、まあ、3分の1ぐらいは隠れていました。山の上からの土砂がね、かぶってました。で、この下へですね、どんな形になってるんだろうと思って、杖を入れたり、いろんな風にしていましたんですけども、やっぱり下は休憩でしたね。まあ完全な休憩というものではありませんでしたけども、しかしまあ、休憩でしたね。で、一切によりますと、この岩というのは、この寺ができる前にね、すでにここに天から降りてきたというふうに、まあ、そういうふうに言い伝えられているんだそうです。で、まあ、この八田寺は不思議なところにありまして、ちょうど高野山からは、今言いました48.84キロ、比叡山からは 47.65 キロで、まあ、その誤差はですね、300の、1000メートル弱ですか、1000メートル弱なんですね。ちょうど八田寺というところが、この2つの日本の代表する由緒あるお寺のちょうど中間にあるということなんです。で、まあ、この今ここに英語で書いてきましたけども、この岩の下も休憩でした。考えているのは本当に不思議なことだと思います。